皆さん、おかえりなさい。牛久の情報をインターネットで手探りに発信、チャンミョ TV 司会の牛久大好きチャンミョでございます。よろしくお願いします。皆さん、おかえりなさい。おかえり、チャンミョさん、ただいま。おかえり、ただいま。おかえり、ミカチュウ来てないからね。ただいま戻りました。よかったね、ミカチュウしばらく会ってなかったからね。先週ね、寂しかったね。でも大丈夫、ミカチュウも一人でもうチャンミカ TV が発信できるようになったから本当よかった。よかった。なので、うん、大丈夫で、いつでもあの放送は増やして、イエーイ。18時45分から19時45分の1時間の後のミカチューズデイ、いいねっていうのもありですけど ね。まあそんな感じで始まりました。はい、平日毎日1時間の生放送をお送りしているチャンミョ TV、 本日もね、はい、Sカードプラザ特設スタジオからウキウキハッピーに、はい、こう情報をお届けしていきたいと思っておりますけれども、はい、なんかいいね、ここの見た感じわかる、うん、Sカードのないな、えこのさ、うん、まさに、あ、間違えました、まさにSカードスタジオが、うん、Sカードスタジオの前が、はい、あれ仕様になってます。あれ仕様になってますね。もうすぐあれ仕様ですね。あれ仕様ですな。賑やかになっちゃってるって感じだけど、ピンクピンクしてるけどね、うん、関係ないけどね。やさぐれた。まあでもあの、はい、ウキウキハッピーな、はい、チャンミョですから、ウキウキハッピーな感じでね、今日も、はい、ミカチューズデーと一緒にお送りしていきたい。今日は何回目、2月の4日火曜日第404回目のチャンミョ TV でございます。44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 4
雪だけに、うん、雪だけにね、うん、ちょっとね牛乳の前にねおとあるね映像をぶち込んでいきたいと思うんですけれども、その映像がねできてなさそうだね。あれ？あれ？ダメだ、今書き出し中に時間がかかっちゃってる。じゃあ何しようか。これが流れるかどうか実験してみようかな。そうか、いけるかな、いけるかな。カチンコチンに固まってる映像かもしれないけど、お見苦しい感じになっちゃいます。お見苦しい感じにならないようにはいお送りしていきたいと思います。はい、今日ね、なんと速報が届いております、ね、届いておりますので、うん、早速ねそちらの速報を見ていきたいと思います。ちゃっちゃらー、 VTR どう。皆さん、今ただいま6時半、カクカクですね。ダメだった、うん、なんでだろうね。だって書き出しだと13分になっちゃった13分後に速報を言ってもしょうがないからね。15分になっちゃった。ダメだね、配信中だからかな。これやっぱあれかな、中継の方が良かったかな。中継の方が良かったね。残念。中継する？残念。中継する？スカイプで行ってきてもいいよ、ミカチュウ。マジですか、うん、なんでさ、いやでも雪降ってないもん。さっき降ってたもん。ごめんね。でもね、はい、ダメみたい。ほら帰ってきたよみんな。ほらカズちゃんただいま、おかえり。あ違う、おかえり。まあでもね、じゃあその速報カチンコチンで流す、流す見えんのかな。カチンコチンです。ほらヒデさん、あじゃあみんなにコメントをね、おかえりなさい。もう回転から始めていこう。始めていこう。早速気を取り直して、本日もねいろいろとコメント届いてますね。あミカチューズで始まるよとコメントしてる。してるよ。おかえり。おかえり。カズちゃんおかえり。そしてヒデさんおかえりなさい。そしてタカちゃんです。おタカちゃんにもコメント来てる。今日は雪だね、ミカちゃん頑張ってっておかえりなさい。おかえりなさい。ありがとうございます。そして、うんうん、豊中さんこんばんは、ちゃんみおさんおかえりなさいと。おかえりなさい。おかえりなさい。今日早いお帰りで、ね、皆さん嬉しいですね、うん、コメントいただけて、嬉しいね、いっぱいいただいて、どんどんコメントしていただきたいと思いますけれども、はい、でもせっかくのミカチュウのニュースだからな、カチンコチンでもお届けしたいでござる。カチンコチンはどう見えるんだろうか。見苦しい感じになって私がカチンちょっと雪遊びした映像もあったのにね、なんでだろうこれさ、うん、なんでだろう。今配信してるからだよね。そうですね、で、うん、書き出ししてるからね、同時だと厳しいね。そういうこと。おかえりなさい。おかえりなさい。
ちょっと私これ今さ、うん、アクセクさアクセクやってるからさ、はい、ちょっとやめとく、うん、そうだね、これやめとく。田中佳代さんおかえりなさい、ちゃみおちゃんお帰りと、ほんとだ、いろいろ来てるからすごい、やっぱりねこれはねこんなことやってちゃいかん。カズちゃんカチンコチンでも見たいって。分かった。そんなに見たい映像かな。いや結構見たい映像だと思うよだって牛乳に行く前にどうしてもこれは放送しておきたい、うん、じゃあ流しちゃおう。流しちゃう前にでもね、でもう一回だけね、うん、伸ばしてもいい？はい。どうしてもね私ね、うん、皆さんにねお届けしたいのこれをこれを綺麗にお届けしたいの、うん、ハイテンションに、ハイテンションにね、ハイテンションにお送りするには、うん、やっぱこれをね綺麗にやらないとね。皆さんのお家は今雪降ってますか？うん、ミカチュじゃあちょっと頑張って。じゃあみんなと会話してよ。うん、会話して会話して。うん、あれちょっと待って。リアリティ32さんかな。インフルの子はどっちって聞いてる。インフルの子はどっち。もう治りましたもんね。おかえりなさーい。すごいコメントだな。インフルの子。はい、インフルの子です。こっちです。おかえりなさいです。はい、ただいま戻りました。復活したのにこんなね、うん、やさぐれてちゃいけないですね。そうですよ。じゃあ早速もう、うん、ちゃんみおも準備万端に。はい、やっぱ操作が中止されるもん。あら、ダメじゃん。じゃあカチンコチンでいきましょう。イエイ。ごめんなさい皆さん。じゃあミカチュウの VTR どうぞ。現在の牛久駅の様子でございますけれども、雪はそこそこ降ってる。パラパラ降ってます。でもやみましたね、これやみました。でも雪がすごい今日いっぱい降ったので積もってます。積もってます。うー、積もってます。ぬいちゃんみおちゃん、雪だ雪だ雪だー、ちょくちょくイエーイ、ふわ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 、はい、でこんなことやってますけどもこんな感じです。今日、電車の方はですね、電車の方はですね、ダイヤの方は山手線と青梅線が乱れてる、遅れてるみたいなんですけれども、常磐線は問題なく進んでいるということです。皆様お気をつけてお帰りくださいませ。皆さん今ただいま6時半、今日電車の方、はい、これ伝わんないよ、キャーキャー言ってるだけじゃ、その間に皆さんからコメントいただいております。かなちゃん、はい、牛久さん、牛久駅東口はもう降ってないよって ね、やんだやんだ、やめましたよ、はい、あとかよさん、明日の朝は凍結注意だねって。本当ですよ、みんな気をつけてください運転。もう結構滑っちゃうから本当に気をつけてほしいですね、うん、そして、ね、土井中さん、映像のカクカクなのはこっちの PC の、こっちの PC のせいです。こっちですね、こっちです、はい、こっちに原因があります。とお、おんゆー、おかえりなさーい、おかえりなさーい。ひでさん、雪やんだよって。うん、やんだやんだ。土井中さんも雪やんだよって、2回も雪かきしましたって。すごいね、そんなに。あのさ、今日さ心配になって車さ、うん、あれだったんだよ、車で送り迎えしてもらってきたんだけどさ、うん、そこまでじゃなかった。大ごとじゃないのこれって。大ごとですよ、結構大ごとだった。私スタッドレス履いてないのに来ちゃったからちょっと怖いもん。私も怖いもん。まあいっ か、まあ、いっか。じゃあ早速ね、カズちゃんから、まあミカチュアイドルみたいに、どれが今のキラキラしたの。今のがでしょいや今の VTR もうちょっとね上手にお伝えしたかったはい、でもできなかった、すいません。なんだろうね、やっぱりこの接続が良くないのかな、ちょっと分かりませんが、じゃあ早速ね、はい、気を取り直して牛乳に参りたいと思います、はい、本日もですねちゃんみお TV 調査班より、うん、取れたての牛久の情報が届いておりますので、はい、早速皆さんにご紹介していきたいと思います。じゃあですね、いつもの通りセットをしながらやっていきたいと思いますけれども、じゃじゃん、シャコーン、いいですか、いいですか。牛乳の牛になりましたね、柄が。そう、柄がね牛になったんです。牛だね。はい、参りましょう。イエイ、はい、本日もチャンミュー TV 調査より牛久の取れたてのニュース届いておりますので、はい、早速ご紹介していきたいと思います、はい、でね、アナログ形式でございます。お、どうした今日。こっちの方がね
呼びやすい確かにってことが分かりました。この1年以上経ってでしょ、うん、では早速ですね、取れたての牛くんのニュースご紹介してまいりましょう、はい、まず一つ目はですね、はい、こちら中央図書館のブログからのご紹介となります、はい、読み聞かせ講習会のなんと中級を公開しました、実施しました、うん、早速内容見ていきたいと思います。2月の3日の月曜日、学校や地域の読み聞かせボランティアの方を対象とした読み聞かせ講習会中級を実施しました、はい、受講者は44名、多くのボランティアの方にご参加いただきました。前回に引き続き JPIC、読者アドバイザーの大森久美子先生を講師にお招きし、絵本講座ステップアップ、絵本の選び方使い方というテーマでお話をいただきましたと。これね、お写真がございますのでそちらもチェックしてみましょうね、はい、こんな感じ、じゃん、こんな感じでした、ね、先生が教えてるのが見えるかな、見えるかな、はい、そしてね、まあ、その授業の中で子どもたちが大好きな食べ物の絵本など季節を問わずに使える絵本について実演を交えながらお話しくださいました、うん、講習会の成果をぜひお話し会でご覧くださいというふうにね、ご紹介されておりましたというのがね、一つ目の牛乳でございました、うん、はい、こうお話上手になりたいってさ、うん、ちょっとこの間も話してたじゃない、はい、絵本読んだりとか、うん、こういうの参加するといいかもね、参加してみたいですね、うん、これどんぐらいやってるんですか、毎週？毎週じゃないんだろうな、月に何回か、うん、ちょっとそちらについてはですね、調査不足で、調査不足であれでしたけども、うん、まあでもそういうのが開催されてるということなので皆さんもぜひね、はい、あの参加していただきたいなと思います、はい、では続いての牛乳に参りましょう、はい、2つ目の牛乳はこちらですね、牛久市の観光協会さんからの、はい、ニュースでございますね。なんとキューちゃんに出演情報が届いております。イエーイ、我らが牛久のね観光協会のマスコットキャラクター、はい、キューちゃんです。キュー太郎じゃないです、キュー太郎じゃないです、映ってないか、早速ですね見ていきたいと思います。2月の11日ちょっと2月の11日、はい、祝日にですね、建国記念日ですかね、うん、土浦駅前のうららビルで開催される、うん、ご当地キャラクター&アイドルワンダーランドに参加しますと。おお、来てますよキューちゃん。なんでね、当日はキューちゃんに牛久市の PR をしてもらうほか、なんと PK 大会にも参加しますと。 PK 大会、キューちゃんはサッカー得意かもと言われてますね。そしてね、 PK の対決のこの大会優勝キャラを当てた方には、うん、抽選で豪華商品が当たるそうです。これは必見ですね、うん、当日はハッスル肛門茨城県、そしてストップくん茨城県生活文化課、アンコーアンちゃん&コーちゃん北茨城市、うんうんうん、そして舞龍龍ヶ崎市、そして千姫ちゃま上層市なども参加しますと。いっぱい来ますね、はい、そしてね、またご当地アイドルのライブもあるそうです。お、皆さん会場にぜひ来てください。2月の11日の午前11時から午後5時までやってますというね、うん、そんな情報が届いておりました。いいね、気になるね、こうピアスポスターも見てみましょうね。こちらじゃん、やっぱご当地キャラクターっていいですね。いいですね、これね、なんかね、ご当地キャラクター&アイドルワンダーランドなんだけど、パンフェスタ、うん、そう気になった、パン冬の美味しいもの市だってさ、パンがメイン、パンなのかなみたいだよ。うーん、土浦ってパンの街だったの、なのなんでパンなんだろうか、パンフェスタでもパンなんでしょうね、パンの絵があるからね。でね、今横にもいろいろハッスル肛門ストップくん、はい、あんちゃんこうちゃんキューちゃん、マイリュウ、千姫ちゃま、ちっくん、土丸、キララちゃん、なんていうのがね、出てきます。土浦のキャラクターですね、かわいい、はい、まあ、ちょっとチャンミュー TV のマークで見えなくなっちゃってね、こうね、うん、豪華なご当地キャラの皆さんが登場します、はい、そしてね、ご当地アイドルのライブもあるそうなんですけども、これはチャンミューよりもなんか他の皆さんの方が詳しいかもしれないですね、うん、そうですね、これはね読めないね、ティープリンセスとかね、でも他の方たちは多分茨城の方じゃないかな、いや読めないですね、うん、そうですね、多分あの他県のミラクルマーチとか、うん、他県の方ですね、スターなんとかです、はい、あの文字がねちっちゃくてね、ちっちゃくて見えませんでしたけれども、皆さんポスターをね見てください。はい、続いての新入に、はい、行く前にコメント来てるかな、たかちゃんです、雪やんだね、やんだね、嬉しいね、嬉しいね、でもこのまま本当に凍るのが怖いね、みんな言ってますけどね、本当に、うん、うん、ふかふかの雪だからね今んとこね、うん、うん、他にもコメント来てるかな、クロウエのアイドルさんだとか
とかね、先週のチャンミオ TV も良かったよとかね、うん、はい、いいですね、いっぱいコメント届いてますね、はい、チャンミオの方はコメント更新されませんね、はい、なんでだろう、なんか前もそうだったんですよ、はい、では早速ね続いて見ていきましょう、はい、続いてはですねエリート情報さんからのご紹介ですね、お楽しみスタンプラリーということで、こちらも気になる話題がやってきておりますので早速ご紹介していきましょう、はいはい、こちらはですね嬉しくってカードでおなじみ牛久のスタンプ会の事務局からのお知らせでございます、うん、好評につきお楽しみスタンプラリーも今月も実施しちゃいます、嬉しいですね、参加方法は簡単、スタンプ会の加盟店が3カ所で合計7000円分お買い物をしてスタンプを押してもらうだけと、うん、そんな、これは何だろうね、スタンプを使って商品ゲット、どんな商品が当たるのかについてはちょっとこちらの資料じゃ分かりませんけれども、なんか豪華な商品が当たるのかな、うん、これ見てみましょう、じゃん、お、こっちに書いてあるね、2月の28日まで実施されますという、そんな嬉しくってカードのイベントでございますけれども、うん、皆さんには見えてるかしら、見てる、見えてるかな、今見てるかな、多分見えてると思う、はい、という感じでですね、あのイベントが盛りだくさんな牛久でございますけれども、はい、このスタンプラリーね、うん、本当に、2月1日2月28日までで、うん、何がもらえるかについて書いてない、そうですね、でも必ずもらえるって、お、嬉しくって通信に書いてありますので、いいね、うん、皆さんですね、ぜひ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 ご参加いただきたいと思います、はい、はい、ということで続いての推しに参りましょう、はい、続いてはですね4つ目ですね、小中学校からのお便りでございます、本日も、小中学校からのねウキウキハッピーなニュースが届いております、こちらは牛久市の教育委員会さんにご起提供いただいております、いつもありがとうございます、はい、はい、大丈夫、 OK、はい、ではですね早速紹介していきたいんですけども、はい、1つ目の学校はこちらでございます、じゃじゃん、じゃん、中根小学校でございます、1月31日校外学習へ行きました、うん、今日は3学年で社会科校外学習へ行きました、龍ヶ崎市歴史民俗資料館へお邪魔して昔の道具を見学しました、児童は初めて目にしたようなものばかりで新鮮な気持ちで見学することができました、資料館の職員の方には大変お世話になりましたというね、こちら龍ヶ崎市ですから、黄色い帽子が懐かしい、懐かしいね、似合うと思うよミカチュウ、チンマルコちゃんみたいになっちゃう、いや似合うと思うよやめて、似合うと思う、やめて、本当に似合うと思います、お、かよさん、うん、パンフェスタ&冬のうまいものいちごと、あ、これはサイトですね、サイト載せてください、ありがとうございます、ありがとうございます、土井中さん、ティープリー&ミラクルマーチに会いたい、ミラクルマーチってのはどこのキャラクターなんですか、キャラクターじゃないですよ、アイドルさんですよ、あー、そう、どこのアイドルさんなんですかねね、あと、たかちゃん、うん、土浦でパン有名だったかな、レンコンとカレーは有名、うん、そうだね、そうなんです、レンコンとカレーね、なんでパンなのかはちょっと謎ですね、つくばならわかりますけどね、パンの町、つくばで、あれかな、つくじ浦とつくばでなんかコラボってんのかな、なんか今いろいろと合同勉強会やってるから、それのつながり、キャラクター土浦じゃない、つくばいなかったですよね、つくつく、つくつくいなかったね、はい、次行こうはい、続いてはですね、はい、こちらの記事でございます、学校です、じゃん、どんどん、はい、向こう台小学校2月3日中学生の読み聞かせ、うん、牛久南中の図書委員の皆さんが児童クラブで読み聞かせをしました、うん、卒業生の成長した姿を見ることができたのでとても嬉しくなりましたと、うん、これはあれだね、向こう大小を卒業すると、うん、まあ、みんなね、あのほとんどが牛久南中に行くんですけれども、うんうんうん、そのね多分卒業した子たちが改めてこう児童クラブにこう帰ってきていろいろとやってくれてるっていうのが嬉しいニュースですよね、というそんな素敵なニュースでした、続いての学校こちらです、じゃじゃん、牛久一中2月3日牛久ひとひとフォーラムでございます、土曜日の午後牛久ひとひとフォーラムに行ってきました、牛久高校のブラスバンド演奏演奏だって演奏パネルディスカッション記念講演と盛りだくさんの内容でしたが、女性の社会進出がいかに大切であるかとても考えさせられる貴重な講演となりましたというね、そんなひとひとフォーラムについてご紹介されておりました、はい、はい、じゃ続いてですね、先ほどもちょっと紹介上がりましたがこちらの学校じゃん、はい、牛久南中学校でございます、1月31日漢字技能検定ということで、今日で1月6日も終わりです、うん、31日でしたからね、3年生は三者面談の真っ最中ですが、並行して今日の放課後に漢字技能検定が行われました、英検数検と並んで漢字技能検定が行われました、
漢検は中学生でもチャレンジできて受験願書の特技欄にも記入できる資格なので、うん、最近人気が高まっています。今日受験した全員の合格を祈っています。ということでこれチャンミュー TV 調査班からね、うん、チャンミューをミカチュウ受けてみたらと。もうね昨日のね、ダメだね。私結構心折れましたもん。チャミオさんは分かってると思いますけど。あれ放送されていいのかな。あれできればカットしていただきたい。やっぱりいけないかもしれない。いけない。多分ちょっと今後の人生に関わってくるような、うんうん、私失態を起こしてますよね。うんうん。そうちょっとね勉強しよう。一緒に勉強しよう。勉強しましょう。ね、頑張って。茨城県のこともそうですし、うんはい、漢字も。漢字もね数学も数学も英語も英語もどんどん勉強していきたいと思います。はい今からでも遅くない。はい頑張っていきましょう。ということでですね以上牛久のニュースお届けいたしました、はい、でね先ほどもちょっとだけ速報でも、うん、皆さんにご紹介していきましたが、はい、天気ねね気になりますね。明日な寒いと凍っちゃいますもんね。今寒いですよね。明日ね寒いんですよ。じゃあ早速ですね牛久のお天気をあの方に聞いていきたいと思います。いらっしゃいませ。ドドンダンキャー潰れた。ミカチュウ潰れた。はい、はい、本日も牛久大仏にいろいろと天気聞いていきたいんですけども、はい、大仏さん明日の天気は明日の牛久のお天気は何ですか。ドド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 ドンそれはじゃなそれはじゃなそれはじゃな晴れじゃじゃん晴れです。明日は牛久、うん、晴れなんですね。なので雪ではないのでございますが、はい、それでも気温は最低気温がマイナス7度。うわー寒い。最高気温は5度までしか上がらないと非常に寒いお天気でございますね。寒いよ。はい、なのでね皆さん、うん、ぜひぜひ健康管理注意するのもそうですし、あの雨になって、うん雨に雪が降って、うん、それが溶けて水になって凍る、うん、凍っちゃう滑る危ない危ない。皆さん本当に道路の凍結ね、はい、交通状況には気をつけてください。交通状況に気をつけて運転にね気をつけてね。コメント聞いてますか。かよさん、あ、龍ヶ崎市の歴史民族資料館だ。そうです。お懐かしいのかな。誰もが行きますね、うん、牛久の子供たち。お、鳥中さん、東京町田市のご当地アイドルさん。町田なんだ。あとタカちゃん、うんうん、今日の小中学校の便り向こう大小牛久南中僕の行けた学校。うんうん、土井中さん、美香さん若いのに似合って。何若いのにってどういうこと。頭悪いって言ってんの何どういうことですかね、はい、じゃあ試合行きましょう、はい、ということで以上牛乳をはいお届けいたしました。はい、はいというわけでじゃ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 ん、はい、うん、かよさん明日最低気温マイナス7度ウエーっつって。そうなんですよ。寒いね。明日寒いんですよ、よね。ということで、あ、何のために隠したんですか今。あれあれはい、CM 行きましょう。はい、ではね、チャンミュー TV の CM 流したいと思います。どうぞ。からの映像だったり情報だったり、はい、本当にいろんなものをね待ってますので、うん、ぜひぜひね、はい、コメントをねお寄せいただいたりとか、うん、メールもシャミュアトマークシャミュドット TV ね、うん、どうしたの。大丈夫ですよ。鼻かゆかった。さっき雪を浴びたからね。あ、シャミュアさんにぶつけられたからね。そうだね、雪をね雪遊びします。雪遊びしたから、ね、したいな。はい、まあそんなこんなで、うん、CM 開けましたけど、はい、続いてのコーナーは何ですか。火曜日なので〇〇〇〇なんですけれども、今日はですね、うん、
番外編、茨城マルシェになっちゃった。あ、本当だ。はい、番外編ということで、うんうん、なんとなんと、うんうん、今日2月4日からですね、私の出身であります桜川市の方で、うんうん、ひな祭りが、あの有名なひな祭りが始まりました。あの有名な3月の節句でございますね。そうです。で、真壁のひな祭りというのはですね、すごく有名でして、うんうん、で、チラシがね、どどんと、あ、チラシ、あれ、さっきの画像入ってます？あ、入れるの忘れたよね、ちょっとね、数が少ないなと思ったんですけども。いえ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 、はい、じゃあ、ミカチューズデーからの、はい、その真壁のひな祭りなんですけども、うん、寒い中真壁に来てくれた人をもてなそうという一言から始まったお祭りというか、うん、あのもてなしなんですけども、どれを出せばいいんだろうな。チラシだと、あれ、どうだ、これかな。え、じゃあチラシを出してみますか。あ、これ横ですね。横になっちゃってるね。横になっちゃってるね。まあ、わかるかな。やめとこうか。やめとこうか。この写真とか、あの、これですね。これとかだったら。ちょっと待った。ちょっと待った。あの、私ね、うん、やってるので、ミカチュウはお話ししてね。説明しておきますね。うんうん、はい。で、その、真壁のひな祭りっていうのはですね、花を呼ぶ風情豊かなお祭りなんですけれども、和の文化、和む心、人の輪を広げたいという思いを込めて、和の風っていう名前をつけた、ついてるこのひな祭りなんですけれども、うん、この和の風っていうのが、あの、よくこういうお祭りって毎年毎年テーマが変わって、今年は何、うん、なんか菊祭りなんかもそうじゃないですか。今年はどういうテーマっていうのがあったりするんですけども、このひな祭りはですね、和の風っていうのはもうずっと第1回から変わらずやってるお祭りなんですけども、うんうん、歴史を感じさせる街並みと、うん、あの彩りのすごい綺麗なひな人形で日本の情緒をたっぷりと楽しむことができるお祭りなんですけども、うん、江戸時代から文化産業の中心地として栄えた面影が残ってる真壁なんですけども、はい、266棟を超える店蔵などが独特の街割りでずっと残ってまして、うん、普段あの今のそのひな祭りの時期じゃなくても真壁というのはこれでダメ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 見られないよ。これね、伝わらない。これちゃん、皆さんが今ね、直してくれてるんですけど、ちょっとパニックになるような状況で、ね、よこれね、これ伝わらなくてもいいんじゃないですか。なんか、なんかね、判定させて泣き出した、泣き出したはい、そうなんです。で、そのひな人形っていうのはですね、その歴史の中でですね、家庭で大事に保存されてきたものがたくさんありまして、江戸時代から現在までのさまざまな時代に作られたひな人形がありまして、その一つ一つ表情も違いますし、見てて飽きないんですね。うん、聞いてますか。聞きたいんだけどね。聞きたいんだけど、これ集中してますね、これね、うん、どうにかしてミカチュウの説明をね、わかみんなに伝えたいのに伝えられないの。これなんかもう 3D になってる。それなんか違う方法ありますよ。ちょっと諦めるでござる。送りますよ、そしたら。いや嘘だ、そのまんま出します。これこのなんか 3D みたいになってるんですけど、このチラシ大丈夫いいえ。そう、そのね、あの、いろんな表情があるよと。で、ひな人形飾ってまして、その一軒一軒のお家の店先、あの店、お店の店先だったりとか、お家の外、入り口のとこに皆さん飾ってるんですね。で、160軒以上の建物、お店とかお家でこのひな人形、ひな人形ですね、飾ってるのを見ることができるんですよ。一般の家で？一般の家とお店も含めて、その街並みの中で皆さんの個人個人のところで出してるんですよ。自分のなんか代々受け継がれてきたひな人形だったりとか、そう、だから本当に江戸時代から今の現代の新しいものまで、本当にいろんな時代のひな人形が飾られるので、なんかあの噂によると犬を連れてるひな人形だったりとかもあるらしいんですよ。見たことあります？犬を連れてるひな人形、うん、何、おひな様が、おひな様がそういうなんかいっぱいいらっしゃるじゃないですか、こうやって、うん、で、ワンちゃん連れてたりとかする、なんか見たことない珍しいひな人形を持ってる。え、おひな様が、うん、それは お姉様とかそういうこと。おひな様、あ、おひな様の周りかな、そしたら三人官女みたいな、うん、そういうとか、いろんな、なんかいろんな方っていうか、いろんな種類のひな人形さんがいっぱい飾られているんですけれども、うん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 、で、そういうなんか
真壁の街並みの中でそうやって歩きながら見ることができるこのひな祭りなんですけれども、うんうん、開催期間がですね今日から始まってまして3月の3日まで、うんうん、時間が決まってないんですよ。イベントという形ではなく本当に個人個人のお家で飾られているものなので、うん、だいたいまあ皆さん10時ぐらいから、うん、オープンというかお店だったら開けまして、うんうん、だいたい午後の5時ぐらいから、まあ、暗くなっちゃうのでまでも自由に見ることができまして、場所がもう真壁町の真壁地区だったり、うんうん、いろんなこうその周辺が、うん、歩きながらもうマップをね、マップ出るかな、マップないか、マップ出るよ。おどれ横になってるね。じゃん、横になってる、ちょっと見えないですね。はい、でこちらひな祭りは開催してるんですけれども、普段からのひな祭り期間じゃなくても真壁の街並み案内ボランティアという方々がいらっしゃいまして、その方たちがですね真壁の伝統的な建造物の登録されてるんですけれども、登録文化と文化財として、でそういう街並みだったりとか建物についてボランティアの方に案内していただきながらその現地を歩くことができるんですね。でこの期間中ですとそのひな祭りもありますし、もうすごいいろんな方々がこう東京から観光バスでいらっしゃったりとか、うん、たくさんの方が来るのでボランティアの方々も予約制で今やってまして、午前中に40名、午後に40名という形で、受付を今ホームページだったりとかでしてますので、もし行きたいなと思っている方はただひな祭りをこうだーっと見るんではなくて、うん、街並みボランティアの方にこの建物はこういうものでっていう説明を受けながら、うん、回ってみるとまた見方も変わりますし楽しいんじゃないかなと思います、うん、でですね、うんうん、コメント来てるよ、いっぱい来てるよ、わじゃあチェックしてみようかな、うん、ですどこら辺から読んでない、ここから ここまで読みました、こんばんは、突然ですがみかちゅうさん昨日つくば駅前にいらっしゃいませんでした、え歌舞伎堂さん、え昨日私何やってたんだろうね、そしてねかやさん、真壁のひな祭り去年アド町で取り上げられましたね、ひな祭り有名、今日の夕方 NHK 水戸放送局の番組でも取り上げられてて見ましたよとかね、ヒデさんも真壁のひな祭り有名だよね、行ってみたい、来てと、でドリアコさんいい歌だな、歌ってる人歌うまいとかね、ちゃんみおさんの耳から湯気吹きそうだ、吹いてましたね。いつでそう昨日私何や忘れちゃった、うん、でタカちゃんね、真壁のひな祭り電車で行くと水戸線の岩瀬駅だよね、そうなんです、 そこもちょっと今中断していいですか、うん、その水戸駅からですねイベント期間中にですね、うん、岩瀬駅からハイキングっていうのも開催してるんですよ、うんうん、駅からハイキング、うんうん、3月3日までの10日間、うんうん、2月22日から3月3日までの10日間なんですけれども、受付を JR の岩瀬駅でやってまして、でひな祭り会場までテクテクとハイキングするようなイベントもありますので電車でも来れるよ、はい、コメント続き、はい、じゃあ行きましょう、響いたね、うん、ミカチュウの説明にまだついていけてなくて最初の部分で全然パニックだったから絶対入ってないですよね、そうだからちょっともう一回ゆっくりね、ゆっくり、あのね、もう一回後で聞き、うん、チャミュー TV 見直すね、はい、でね、まだまだ来てますよ、どいなかさん最近ひな人形出してない、妹30だし子供いるし、まあそうなっちゃいますよね、で、うん、ワイハさんタケちゃんですね、暇だ、これから行こうかな、来なくていいですね、そしてどいなかさん横と言われてますね、横って、はい、皆さんいいですね、うん、コメントありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、はい、嬉しいね、はい、そうでこのひな祭り期間中なんですけれども、うんうん、そういうねひな人形、うっさい、ひな人形をね、ひな人形を見るのももちろんなんですけど、うっさいなんですけれども、はいはい、やっぱり美味しいものがあると特に、うん、楽しみが増えるんじゃないかと思うんですけれども、真壁といえばですね、うんうん、今盛り上がっているのが馬壁すいとん、馬壁すいとん、はい、すいとんです、真壁といえばすいとんというふうに今全力で推してます、へえ、じゃあ何、はい、今日何ミカチュウすいとん持ってきてくれたの、持ってこないなんでさ、なんで、はい、おしまい、ダメそう、すいとん好きですか、すいとん好きね、なんかすいとんで食べること多いのかな、みんなそんなにないよね、はい、でその散策の途中でお腹が空いたらすいとんがおすすめということなんですけども、うん、現代人の味覚に応える味付けなんですけども、うん、寒い日は体をポッカにしますと、うん、で他にもですね、お菓子屋さん、和菓子屋さんだったりとかもあるので、うん、いろんなとこ歩きながらそういうものも
食べれますよっていうことなんですけども、うんうん、お食事やお土産など50軒以上の飲食店があちこちに点在しておりまして、うんうん、でですね、その水豚なんですけれども、うんうん、皆さんは水豚にどのようなイメージを持っているか分かりませんけれども、どうなんだろう、結構あの昔の食べ物のイメージなのかな、うん、で水豚はですね歴史が古くですね、うん、あの平安時代まで遡るんですけれども、もうそんなに昔なんですか、そんなに昔なんですって、うん、でその頃はあの小麦粉にあんを練り込んで丸めてあげたお菓子のようなものだったんですって。水豚がって書いてあるらしいですね。私もちょっと今びっくりしたんですけど、でその後鎌倉時代になって中国からあの石臼が伝えられると滑らかな団子ができるようになりまして、うんうん、それを汁の中に入れて食べるようになったみたいなんですけども、それが今のような水筒になったんですね。もともと団子だったの、まあ、あん入れてるってことはあのお菓子系なのかな、スイーツ系になってるってことかな、で水筒にはですね、うん、石が大きく関係してるんですね。そうやって滑らかなこう石臼でひいた粉っていうことなので、うんうんうん、大きく関係がしてまして、うん、で真壁はですね明治時代の頃から石の町として発展してきまして、うん、でそれで美味しい野菜も取れますし、そうやって石のね、うん、石のこういう臼もありますからこそ、うんうんうん、水筒をねこう全力で押してるんですけれども、うん、でその石が有名っていうのも含め、石尾さんの写真ありますか、うん、石尾さんの写真もね、さっきね、あ、ダメかな、あ、あったかも、そう、こちらどん、こっちから見ようかな、あれ、あ、そうですね、じゃん、はい、石尾さんです。この石尾さん、あのこのイベント開催期間中に、うんうん、日曜日はちょっと現れるらしいです。どこに、その会場というか、この街中でうろうろするのかな、うん、どこ、あ、おかえんなさーい、おかえんなさーい、おかえんなさい、おかえんなさい、そう、石尾さんが、うん、に会えるんじゃないかなっていうお話でございますけれども、おー、うん、石尾さんね、うん、いいね、まあ出てきた、石尾さん出てきたよ、石尾さん、ちょっとやっぱり斜めっちゃう、ね、なんで斜めっちゃうんですね、これ捕まえないでください。そうで、イベントもですねあります、今日から開催してるんですけども、今日初日でですね、うん、水筒の試食会があったんですよ。でもちょっとね、うん、あいにくのお天気だったので、あの場所の変更だったり時間の変更もありましたし、ちょっとね、うん、あの来場してくださった方もそんなに平日っていうこともあって多くなかったのかなと思う。雪の中ですね、ちょっと本当にもう街全体なので、うん、全部見るとなると結構な距離なんですよ。だって100何件つってたっけ、もっともっともっと120何件つってたもんね。こんなにあるんですよ、206件、まあ、決断してるとこもあるんですけども、うん、マップで見るとすごい数があるんですよ、はあ、街中ずっと行くには、ね、うん、そうなんです。でこの中にも飲食店もありますし、そうやってあのいろんなねお店だったりとかもありますし、うん、うんうん、面白い、あの真壁高校さんがね、うん、学生さんがあの西岡本店というあのお酒屋さんとコラボして、うん、のお酒を作ったりとかもしてるんですけど、うん、そういう販売もしてますし、うんうん、真壁高校の皆さんは農業家の方たちが野菜の販売したりとかもしてますし、いろんなイベントがあるんですけれども、3月3日はですね、和の風流しびなという形で、流しびなの写真がね、流しびなの写真はどれだろうな、あれ、それかな、じゃん、はい、とかあったりとかですね、あと和の風の、おかえんなさい、おかえんなさい、おかえんなさい、どうした、お土産を、わー、お土産来ました、イエーイ、で和の風の結婚式っていうのもありまして、なんと結婚式あげられる方が、あげたい方々を募集してるんです今。なんかイタコの花嫁さんみたいなね。そうそうそう、それそれ、本当そういう形で今募集してるので、うん、ぜひなんかあのやりたいって方がいたら、はい、あの相手っていうか結婚するんですか。いや、あのそういうあの決まってないとダメですよ。あ、ダメなんだ。NG ですね。それにやりたいって言ってた人同士とかどうよ。なんかあの相手も相手もあのこうフィーリングさせて選ぶ権利があるかな、くっつけて、そう、うんうん、選ぶ権利あるよね。このひな祭りなんですけれども、うん、なんと去年、うん、デヴィ夫人がいらっしゃって、なんで訪れていただいて、デヴィ夫人のブログにですね、うん、これ去年の記事なんですけれども、うんうん、2月4日から3月3日の間、茨城県桜川市の真壁町で、これ一昨年じゃない、あ、一昨年だ、うん、失礼しました、いい、真壁のひな祭りというお祭りが行われましたと、うんうん、私は最終日に行ったんですけれども、この日はとても花らしいポカポカと晴れた日、
で品松よこれ真壁という地区は非常に伝統と歴史のある町です。国の登録文化財に登録されている数々の風情ある建物が軒を連ね、時代をタイムスリップしたような錯覚に陥るような歴史を肌で感じることができる町ですとご紹介いただいております。デヴィ夫人も大絶賛だということです。嬉しいね、こういう風に書いていただけるとね、うん、毎年開催されてて、本当に去年もアドマチック天国にあの紹介された次の日なんてすごい人だったらしいですよ。どこから来るんだろうか。でも地元の人が来るよりもやっぱり、うん、別のところから観光バス、そう、観光バスとかでいらっしゃることもすごい多いみたいで、そう、ちょっとチャミオ TV でもね取材行きましょう。もうシネさんが取材に行くって言ってるし、おーやったー、もうチャミオも行くし、うん、行きましょうね、みんなで。あとカメラマンの人がちらほらキラーン、キラーン、そう、その中で、うん、時間も過ぎちゃうのでね、じゃあコメント見よう。あ、読んでください。ですね、はい、横と、あー暇だ、これから行こうかなの後ゲって、これ私が別にいいですって言ったから、あのユーチャーカードね、まあ、来てもいいですよ。そしてスイートンと美味しいのミカさんの手料理で食べたいって、うん、頑張ろうミカチュウの料理だったら何でも美味しいです。イエーイ。はい、でね、はい、いっぱい出てきました。いっぱい出てきました。こちらですね、イエーイ、はい、黙って、うるさいうるさい、はい、うるさいはい、あのもう今ようやく楽しくなってきたよちょっと危ない危ない暴れないで。ただあのこちら桜川市にあるお店ではあるんですけども、うん、ちょっとあの茨城県内で、うん、店舗が何店舗もあるお店なんですけど、うん、和菓子屋さん、和洋菓子屋さんなんですけども、立川さんっていうのが、うん、ありまして、うん、結構有名だと思う。立川さん、真壁店とですね、下館店、うん、下館店2店あるんですけども、あと玉戸店、あと、と筑西市ですね、はいはい、あと結城、うん、あと守谷、つくば、結構ありますね、はい、展開してますね、にあるんですけれども、ここ私本当に小さい時からよく行っていてというか食べていたところでして、うん、だパートさん募集してるもんねいいからね立川さんでパート募集してるので、パートしたい方はぜひ立川さんに連絡してみてください。はい、真壁のもなか、うん、真壁ですので、ね、はい、そちら持ってきました。あとですね、うん、ここ本当におもてなしが素晴らしくてですね、うん、行くと必ず、うん、試食で、うん、今回大福いただいたんですけど、試食くれるのと、お茶を出してくれるんですよ。お茶と大福を出してくださって、そう、しかもね、うん、出してくださってるのに、うん、その上今日雨だったじゃないですか、うん、雨の中ありがとうございましたっていう形でこれをプレゼントしてください。じゃあ何何、ちょっと待って、ミカチュウは、うん、これだけを買ったのに、これ他にも買った、他にも買った、あ、びっくりした、そうなんかそれなんかせこいみたいな、いやいやいや、いやだって自分今聞いた感じだと、これを買ったらこれついてきたみたいな、大福がついてきて、あ、食べれて、その場で食べたのにこれもいただけちゃったっていう。でもここは本当に黒豆茶っていうお茶を毎回出してくださって、すごい美味しくて一時期ハマったんですけど、つくばのもなかを今日は雨の中来ていただいてありがとうっていう形で、これどうぞってくれたんです。すごいですよね。でちょっとね、今の時期はですね、小湯も押してました、いちご大福、わお大好き。あとですね、先日ね、うちの母がね、ちゅうママがね、うん、持ってきてくれて、うん、えって思ったのが気になっちゃったから、また買ってきちゃった、うん、カレー、つくばカリードラ焼き、あれ、あんま反応よろしくない、ね、でもね、あれだね、今日、うん、パンフェスタがさ、土浦なのにパンだったけどさ、これもつくばなのにカリーだからさ、なんでもいいじゃん、やっぱりお互いやっぱ意識し合ってるのかなですね、ちょっとね、コラボ、今勉強会一緒にしてるから、あ、合併本当にするのかね、うん、うん、じゃあちょっと大福いく、いいの、いいよ、説明してから食べてて。でこちらのですね、いちご大福なんですけれども、うんうん、白あんと粒あんが入ってまして、両方今これに入ってるの、うん、多分、食べてみ、いちご大福はい、こちらですね、なんと、うん、無理を言って朝摘みの新鮮ないちごを届けてもらってると、うん、大丈夫、開かないそうなんです。で今年はですね、筑西市内の農家さん2軒からいただいてるいちごなんですけれども、ファームオアシスさん、あと白田でいいのかな、農園さんですね、
白田農園さんかな。でどちらも杏に負けない甘酸っぱい、甘く熟れて熟しているのにしっかりと歯ごたえのあるいちごが毎朝朝摘みで届いてると。朝じゃ今日の朝届いたものがいちごが中に入ってる。そう、すごいね。じゃあ早速いちごタイプどうぞ。いただきます。嬉しい。元気になったからね。うん。おかゆ以外のものをいちごまでいきました。うんうん、新鮮ないちごが入ってるね。フレッシュ。うんうん、こちら 100% 茨城県産のもち米を使用していると、うん、いいですね。茨城いちご赤ね、すごい、うん、こんなところ、うん、そうなんです。他にもあの桜餅だったり、うん、あの草餅、あの春の和菓子を置いての今出してるんですけれども、うん、全部茨城県産のもち米使用していたりとか、うん、そこにあすごいいい香り、いちごの、いちごがねすっごいいい香りした。うん、このいちごの酸味がすごくね引き立つっていうか、うん、あとですよ、やっぱりひな祭りなので節句のね、うん、あの白あんといろんな、うん、見えるかな、こういういろんな詰め合わせ、うんうん、とかもありますので、ぜひ立川さんの方に、うん、ここもね、あの先ほど案内したひな祭りの街中のこう歩いていく中にも、うん、あからも近いので歩いてね、そっち行ってお茶いただいたりとかしながら回れるんじゃないかなと。これいいね、名前入れてくれるカステラ売ってるよ。名前入りのカステラ、じゃじゃん、見えるかな、見えてる、うん、見えた、うん、そういいですよね、こういうの嬉しいですよね。ロールケーキとかにも名前入れてくれたりとか、うん、で、今ですね、その私が今日いただいたのがですね、この薄皮大福、うん、こちらを押してるそうなので、ぜひ行ったら、これの薄皮大福なの。これが薄皮大福なんです。これはあ、それはいちご大福です。別物、別物、うん、美味しかったです。こちらもバレンタイン用にね、ハートのどら焼きだったりとかもあるので、うん、まあ、うん、じゃあもう他はなんとなく野中さんは想像つくのでカレーいってください。んカレーどら焼き、カレー。この後にかせるのちょっとあれですよね。もうカレーのね、匂いがね、すっごいカレーの匂いする。あ、コメント来てますよかね。来てません。コメント来てますか皆さん。え、その後来てる来てる。あ、ごめんなさい、見れてない、これ更新できてないんですよね。もう一回じゃあコメントをちょっとチェックしていきたいと思いますね、うん、見えません。じゃあちょっとすいません、モニターを。あ、こちら見えます。こちらで見えます。お、34になってる。ちょっと待って、どっからだ。あ、どっから。ペンギンのハンバーグ。そう、お、そう、そうなんです。あの桜川っていうか真壁にはですね、ペンギン屋さん、ペンギンさんっていうあのハンバーグ屋さんがありまして、すごく美味しいのでぜひそちらも行っていただいて、うんうん、あとなんだバーカって言われるかもって、どいなかさん、私、あとカズちゃん、ミカチュウ用意するの、するよ、シーンとしないでよ。どいなかさん、本当にインフルだったのかなって。インフルですよね。インフルエンザでしたよ。なんでだ、仮病。違うよ。そんな疑惑。会期祝いでございます。カズちゃん、どら焼きカレー味、そう、これ、はい、食べて。本気。はい、で、カズちゃん、いちごだよく美味しそうって。美味しいよ。本当にカレーなんだけど、すっごいカレーの匂いするんです、これ。これさ、うん、カリードラ焼きってことはどら焼きなの、あんこなの。違うよね。でも皮がどら焼きの皮だから、中は普通のカレーなんだよね。そう、結構。だってさ、でも皮は甘いんですよ。みりん、カレールー、チキンブイヨン、玉ねぎ、人参、牛肉、大根、ナス、レンコン、うん、カレーですね。これあんこじゃないもん。カレーの材料ですもんね。田中佳代さん、立川ってもしかして守谷にあるお店かな。そうです、立川さん、守谷にもあります。で、タカちゃん、ミカチュウのいろんな料理にできるの、例えばどんなもの。本当にカレーが入ってる。いちご大福いいな。お、ヒデさん、カズちゃんと同じくカレーどれが気になる。これこれ、福神漬けも入ってんの。本当にカレーなんだけど。そう、カブキンドウさん、満面の笑みだって。食べ物には目がないからね。はい、カズちゃん、美味しいものが大好きです。カズちゃん、旅振りの影響かな、チャンミオのミオのテンション。確かに、もう飲んでないよ。どいなかさん、ミカさんのほっぺとどっちが柔らかい。何が、これ大福。いや、大福の方が柔らかいっしょ。
ミカチュウの星に言えるかいな。怖い怖い怖い、なんかチャンピオンさん怖い、やだやだ、なんかちょっと食べよ、これ。カズちゃん順番がカレー大福、うん、違う、カレー大福いちご大福いちご大福の前にカレーどら焼きだよね。そう、分かってるね。本当にカレーなんです。ドリナカさん1個完食って食べちゃうよね、これはね。かよさん、チャミオちゃんの会期祝だね、ありがとうございます。はい、じゃあカレー食べましょう。カレーだでも美味しいですか。なんかどら焼きそれでカレー入ってないから怒られた。あ、超これなんか福神漬けも入ってんの。カレーのどら焼きではないんだけど、うん、カレーパンみたいな。いただきます。カレーだよ本当に。めっちゃカレー、めっちゃカレー。うん、でも皮は甘いね。皮の味がもう麻痺してる。うん、カレーパン、うん、やっぱカレーパンですね。皮甘いもん、うん。これちょっとみんな気になるよね、カレーパン。うん、カレーパン、ドラ、カレーが、あ、でもやっぱドラ焼きですけどカレーですだからでも間違ってないよこれは。しかもカレーが結構クオリティ高いカレーですよね。美味しいちょっと辛いし、そう、ちょっと辛いけど甘いから皮がちょうどいいね、これ。いや本当にね、カリードラ焼きです、うん、これすごい。あのね、甘くないね、うん、カレーは。カレーは甘くない、皮が甘い。カズちゃん、赤いのは福神漬け、そう、うん、ちゃんと書いてありますよね、ここに、うん、あれ、そう、福神漬け入りってなってるんです。カズちゃん、カレーパン的な、そう、カレーパン、すごいカレーパン、うん、でもなんでこれはカレーを作ったの、なんでだろうね。立川さんはどうして作ったんですか。何を思ったんだろう。でも結構あの立川さん、なんか昔からのこういうね、ちゃんとした大福だったりとか、もう王道のね、和菓子もすごいクオリティが高いんですけど、ちょっと遊び心が多いものがたくさんあって、うん、あのチーズ大福っていうのも今日買ってこようか迷ったんですけど、チーズ大福はありますね。なんか、なんだっけ、僕のチーズっていう名前かな、なんか、そう、美味しいの、それも、うん、いろいろ、うん、うん、これ皆さん、多分もうぜひこれはおすすめ。ちょっとね、これ食べてみたくなると思う。これ、あ、食べた方がいいと思う。あのね、どんな味ってなるの、あのカレーパンと思って買ったらカレーパンだし、うん、でもどら焼きなんだけど、うん、でもどら焼きと思って買うから、うん、カレーじゃんそうですね、そうですね、伝わったかな、というかもうひな祭り伝わった、みんなカレーパンだけしかイメージないけど、まあでも今日のピカチュウは何が伝えたかったかを一言で言ってよ。ひな祭りに来てです。2月の4日、本日より3月の何日まででしたっけ、はい、3月の3日までです。3日まで開催されますひな祭り、はい、いろんなところで、はい、このエリア一帯、そう、エリア一帯なんです、うん、真壁の方に、筑波から真壁方面に向かっていくとですね、うん、もう真壁のひな祭りっていうあの看板が出てますので、それに沿って行っていただいて、土日はですね、伊賀瀬のそばの会だったりとかがあのおそばを出していたりとか、うん、やっぱ土日がね、やっぱにぎわうと思うので、あの衣装さんもいますしね、うんうん、そう、みんなぜひそこは行っていただいて、本当に街並みが昔からの歴史ある街並みなので、これを機に普段来るのもいいんですけれども、ひな祭りでね、皆さんがおもてなしを、本当に元祖おもてなしですよ、昔から言ってましたから。こっちか、おもてなし、シェシェ、はい、ね、でもコメント来てますよ、はい、立川さんのチーズどら焼き大福、大福、美味しい、そう、美味しいですよね、あの、美味しいですよ、美味しいですよ、そう、なんでカレーどら焼き出したのかは分からない、ちょっと聞いてきますわ。でも多分土浦との、多分あれだ、土浦の町のカレーが多分何かあったんだろうな、あ、コラボかな、だと思う、セッペリンゴが関係してると思うね、はい、うん、ね、なんで来てください、来てくださいと。あと個人的なお知らせなんですけれども、あの今日4日ですね、明日ですね、明日からあのイバキア TV さんの方であの流れておりますイバキアステーションのエンディング曲になってるピノキオ、お、ピノキオ、おかえりなさい、おかえりなさい、お、愛してる愛してる
愛してるとして、そう、それそれがですね、明日2月5日より、うん、あの iTunes Music.jp Amazon さんからあのダウンロード配信始まりますので、食べてるし、そうフルバージョンで聴けるのがね、そこだけなので、ね、CD 販売してますけれども、うん、なかなかみんなゲットできないと思うので、うんうん、ぜひぜひダウンロードしてください。ぜひぜひピノキオお願いします。よろしくお願いいたします、いやー楽しいね、ジェネ TV はねえねえ、ミカチュー何このテンション、今日どうしたの。昨日よりも落ち着いてるよ本当に、うん、よかった、昨日じゃなくていいです。昨日は大変でしたね、見直したけど変だもんでも楽しかったよ。でも絶対今日も思う、変って。あ、カズちゃん、あ、ひな祭り忘れちゃった、カレーパンのせいだ、ほら、ひな祭りがメインですからね。ひな祭りだから、ひな祭りに行って立川さんに寄ってカレードラ焼き買ってください。です。いいね、いいルートだね。いいルートだね。でも本当素敵なお店ですよ、はい。雨の中ありがとうございました。私はそのシールがすごく忘れられない、ね。本当にそうそうそう、すごく嬉しいよねこれ。だから3月3日までの期間中はあの毎週ミカチューズデーでちょこ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 こちらのひな祭りご紹介していきたいと思いますので、私もあの茨城に帰ってきた時にはなるべくひな祭りの会場にいるようにしますので、うん、あのなんか配ってるかもしれないこうやってパンフレットとか。お茶配ってるかもしれないのでぜひ遊びに来てください。ぜひよろしくお願いいたします。はい、あっという間だったね。早いね今日、早かった早かった。でもなんか私あの最初のちょっと反省点、うん、まあ、最初の動画の入れ込みは、うん、やっぱり配信してからやっちゃダメだね。あの速報ですね、うん、そうですね。で中継行ってきなよ行ってきなよって、そうですね、ちょっと行くようにしましょう。そうという感じで、はい、じゃあスポンサー様のご紹介しましょう、はい、最後にこちらです、じゃん。スポンサーさんご紹介しましたけれども、はい、まだまだ大募集中でございます。でね、コメント最後に見ていきますと、はい、ですね、ピノキオ CD 持ってるもん、1枚と言わず2枚、はい、2枚と言わず3枚、そしてダウンロードね、噛めば噛むほど美味しい味が出るので、やっぱこういっぱい買わないとですね、はい、よろしくお願いします。斉藤さん、うん、父のはつくば市桜と、土浦にある清水のどら焼き知ってますよ。あれですよ、つくば FC さんの、うん、あれですよ。そう、ここの新しく出たあのラスク知ってますか、うん、この前400回の時に持ってきたんですけど、うん、もううち家族でハマってます。美味しいです。そうでね、で、かずちゃんピノキオダウンロードしてる、うん、知る、知る、知る、見てくださいねお願いします。そんでチャミオさんいると楽しいね。あらーあテンション上がっちゃうからやめてでチャミオ TV 中継できたらすごいことになるだろうねと、うん、しましょう、やりましょう。今後ちょっとね、いろんなところでから中継したりとかすると面白いですね。やる、やろ、決まりということで、あっという間の1時間でございましたけれども、はい、楽しかったね、楽しかったねはい、チャンミュー TV 楽しいねなんか先週のパワーが全面に来てるはい、怖い。まあでも明日もありますから、チャンミュー TV トミー頑張ってください。明日はね、なんかね、トミースペシャルらしいからね、お皆さんぜひチェックしていただきたいと思います。はい、ではでは今日も皆さんコメントいっぱいありがとうございました。また来週もミカチューズでね、はい、ぜひぜひ見てください。そして明日もチャンネル TV 欠かさず見てください、はい、ということで今日も皆さんありがとうしく、また明日も見てね、バイバーイ。